皆さん、こんにちは。はい、今日も始まりました、料理コーナーいいとこやざまかない飯。まあ先日ちょっと船でね、釣りをしてきて、こんな鯛を釣ってきたんだけど、そっちの動画はね、またあの下にリンク貼っておきますので、よかったら見てください。でその時、まあ余ったっていうか、ちょっとストックして、味噌につけて、まあ鯛焼きを作ってみました。はいね、鯛焼き。で初めてね、あんなでっかい鯛釣ったんで、まあね、鯛焼きでどんな感じになるかちょっとわからないんだけど、今日はそれを作っていきたいと思います。はい、で今日作るのは、ともちゃんがね、ちょっと初めてやってます。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあこれつけてあるのは、鯛をみりんとお酒とお味噌でつけたものを1週間ぐらいかな、1週間ぐらいこう漬け込んでありました。で冷蔵庫に保管してあったのをしばらく置いて、今常温に戻してあります。はい、じゃあ焼いていきます。はい、お願いします。こういうのってさ、焼くの難しいんだよね。あ私あんまり成功した試しがないんだけど。いいのかな。まあうちの動画はお料理動画だけど、まかない飯で、まあ、やっていってる、まあ、ぐたぐたやっていってる、はい、動画なので、じゃあ軽く味噌をちょっと拭き取っていいよ。はい、じゃあこれを適当な大きさに切ろうか、はい、大きいので切ってください。めっちゃ包丁切れるでしょ。切れる、結構大きいね。もう大きい、うん。じゃあこれをフライパンで焼いていきます。はい、お願いします。今日はクッキングシート下に引いちゃいます。いいね。んで皮目を下にしてセット、こんな感じ。めっちゃうまそうやん。美味しそう、これだけで美味しそうだね。さあちゃんと焼いてよ。そうそうそう、ちゃんと焦がさずに弱火でまず片面5分ぐらいかな。5分待ちます。はい、じゃあ5分経ったんで焼き込みます。はい、お願いします。焼けてる？どんな焼けてる？焼けてるの？弱火すぎじゃねー。弱火すぎかな、もうちょっとかな、もうちょっとかな。はい、もうしばらく待ちます。こんな感じ、こんな感じ。あとひっくり返して、おお、いいんじゃない？おお、いい感じじゃん。ひっくり返しますよ。あとはついでに、この前の動画でも使ったチンゲン菜、これ付け合わせに使ってきます。空いてるところにピッピッと。はもうしばらく3分ぐらいかな、片面焼きます。いはい、3分経ちました、片面。じゃあ開けてみよう、どうなったかな。おお、いい感じじゃん。はい、じゃあ盛り付けていきましょうか。まずはチンゲンサイちゃんとお魚。おお、はい、完成です。はい、できました。はい、もう美味しそうだね。そう、ちょうどマックも来たからね、一緒に食べよっか。はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。いただきます。お、タイの西京焼き初めて食べるかも。おお、ほろほろ。いただきます。いただきます。うんうんうん、おいしい。うん、めっちゃ決まってるし、味しっかり。おいしい、うん、おいしい。さっき焼きになってる。うん、おいしい。うん、味噌の味がすごいいい感じで出てるね。お酒のつまみにもいいね。あ、いいかも。うん、すごい簡単だね。簡単だったね。ね、まあ焼くだけ、うん、つけてしばらく冷蔵庫で寝かして、うん、食べたい時に焼くだけ、うん、あ、チンゲン美味しい。チンゲン美味しい。はい、じゃあマコも少し食べてみる、うん、はい、マコン。
生まれて初めての西京焼き。微妙な顔。ちょっとくどいかな。はい、お水。最近いろんなね品種のお米食べてたけど、うん、一応ほんまに本当美味しいね。美味しいよね。うん。何にでも合う。あの本当純粋にお米が美味しい。うん。うん、甘いから。ちょっと塩をね入れるとめちゃくちゃ甘さが引き立つっていうか、そうそう、ご飯の美味しさがすごい引き立つ。でさ、感動したのは冷めても美味しいんだよね。ね、あ、それはあの美味しいけど、ダブル踊り炊きの性能のおかげだよ。そっかそっか。完食。はい、完食。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食べるだけの動画になって。